長井道子旧宅古賀文学館は、茨城県古賀市にある文学館。古賀城のスワクルワー跡地に建てられており、古賀歴史博物館に隣接している。平成10年10月24日、茨城県で初めての文学館として開館。古川ゆかりの文学者に関する展示室を中心とし、サロンや講座室も設けられている。イタリア料理のレストラン、唐草も併設されている。 サロンでは、コンサートや、朗読会が開催されるほか、1930年頃に、英国の EMG 員が作成した、蓄音機 EMG Mark XB が置かれ、定期的に SP レコードの鑑賞会が開催される。講座室は、区会、歌会、文学講座に利用されている。平成15年10月、別館として、長井道子旧宅が開館。 歴史小説家の長井道子が幼少時に過ごした旧憩を一部復元し、元の場所にて保存している。小賀文学館から北へ500メートルほど離れており、江戸町通りに面している。江戸時代の江戸町は小賀城下、小賀宿で最も賑わった町通りとされ、大きな商家が軒を連ねていた。長井家は江戸時代からの古い商家で、土蔵造り2階建ての店蔵が残されており、 自由に見学できる。19世紀初頭に、初代、長井八郎氏が、はじや、長屋を改良し、後には、陶式、機、砂糖も扱い、七屋も営んだという。ありがとうございます。